寝とこ。ちょっと疲れてるから。ああ、12月だ、早いなー。12月4日、日曜日。まあ、いろいろ見ましょうか。羽ばたきニュース。そうね、20日からスキーで、スケートも20日から。二人だけの海辺の散歩、臨海地区のスポット。なるほどね。冬は冬でこう寒さがいいみたいのがあるんだ。あ、なにこれ。4日間サイマスセール。毎週日曜日に、あー、そっか。あれぎーお得にゲットしたいな。ブティックジェストジュエリーマリアね。とりあえず晴れ着欲しいから言っとかないとな。今やってんのはハートフルコメディ。どういうのがいいかわかんないな。あ、ちょっと待って、次インド映画やるじゃん。インド映画か。マサラだね。ちょっと、ボリウッドものは行きたいな。インド映画。インド映画いいなぁ。ハッピーアイテムサンバイザー。冬に？マジかよ。冬だぜ。サンバイザーか。そう来るか。今年も残りわずか。うん。で、日曜日ね、そう、アイブランドショップがセールをしていると。ロングスカート、アクアブルー。アクアブルー初めて来たんじゃない？ストール。なるほど。ロングスカート、アクアブルー、ストールね。今年こそは晴れ着行きたいな。うん。去年とは違うパーティードレスや晴れ着を着ちゃおう。毎年変えるっていうパターンもあんのか。ちょっと厳しくない？金が。ねえ。さて。どうしようかな。まあ、もう一回休んどいてもいいっちゃいいか。で、その後は行楽、まあ、羽ばたきウォッチとか、するみたいな。そんなんでもいいかもな。学力が、なんか足りてない気もするんだけど、悩みますね。立地度100。立地度100。ちょっと見てみて。ちょっと待ってね。うん、行くか。この日に行くか。この日に行っちゃおう。で、チェックがあるだろうからお着替えをしよう。よし、こんなもんで行くぞ。さあ、買い物タイムだ。ブティックジェスだったな。ちょっと待って。電話。そうだった。もう教えてもらいてえのよ。また忘れるところだった。知り合いの評価。これ絶対好き言ってるでしょ。ゆく先生。あ、ほら。好きだよ、これ。もうほぼ満タンじゃん。いや、左側のスキンシップなかなか上がんねえな。スキンシップ上げんの難しいな、これ。満タンまで行ってほしいんだけど、なかなかダメだね。このマリーガーデンはどうなってんの？ゆく先生、壇上に登ってたりすんのかな？マリーの心のにゃ、あー、壇上には来てないけど、もうなんか明らかに違うね。かわいい。他にも何か聞きた。おー。ミチルにも電話するか。もしもし。マリー。今の、おしゃれの秘訣。まだ聞いてなかったよな。第4段階。あ、
ファッションレベルが3以上になれば新しい属性が生まれるよ、と。あれ？1、2の3。ファッションレベル4だけど、3と4は変わんないのか？これもしかして。これ以上先がないね。なんか効果が上がってるとかそれぐらいなのかな。まあそれはそれでいいや。俺は出かけるぜ。100円あればそれなりのものを買えるでしょ。ブティックジェス。いらっしゃいませ。本日はバ。本日はバ。さあ振り袖は、もう 35% オフでこの値段だから恐ろしいよ。よし、使うぜ。 50% オフ。これで振り袖買え。もうギリじゃん。ギリやっと買えるぐらいじゃん。わ、ドレスくっそ安く見えるわ。わ、これかわいい。セーラー服みたいな。あー、他のものも買いたかったなー。あ、これいいじゃん。これかっけえな。くっそー。もうちょっと貯めていくべきだったか。いやー、しょうがねえ。いや、ギリギリ買えるぞ。何がいいかな。とりあえず市松模様流行ってるから市松模様でいくか。それで釣れるの子供だけだからな。個人的に一番好きなのはこれだな。しだれ桜の振り袖。いや、演歌歌手みたいでいいな。これにしよっかな。振り袖着てってさ、ごめん、僕それ好みじゃないって言われたら、本当に引っ叩いていいよな。振り袖買うわ。頑張って買った。おー、まあそりゃそうだろうな。だってたくさん使ったもん。ありがとうございました。100リッチも使えば30ポイントだーって貯まるな。でも金ないから冷やかしで行こう。冷やかしに行こう。なんか、シモンとか見てみようかな。品揃え悪。あー、マフラーとか帽子この辺に売ってんだな。キャスケットとかそのうち着てもおかしくないな。ニットキャップ。なかなか行く機会ないんだよな。3円あるから一応これ、レギンス買ってけるけど。まあ、無理に買わなくていいや。じゃあな。風間もいねえみたいだし。どうよ。完璧と言ってもいい。ありがとう。本当。しっかり流行を抑えている。コラムを見てくれてるのかな。この見てくれてるのかなんが好きなんだよな。そう。もう私たち姉妹のコラムにもこれからもこまめにコラム。さあ。いい？おしゃれレベル上がるかな。マリーおめでとう。おいた。ファッションレベルがアップしたね。最大じゃない？これで。おしゃれを極めたのね。極めた。もう私が教えられることは何もない。素敵、マリー。俺、ミチルと同じステージまで来たの。すげえな。でも、コラム見ないと、流行わからないから、結局僕が流行を作っていけるわけでもなく、流行をチェックできるわけでもないので、やっぱりミチルさんの足元にも及ばないんですよ、僕は。いや、頑張ってよかったね。そっか。で、明日来ますですとか、俺、ずいぶん悠長な日程組んでんな。ミチルから宅配便、何それ。おしゃれさんなマリエ、これでもっと。速達じゃん。何くれたん。純白のワンピース。おー。なんか特殊な効果あったりするのかな。ま、どっちにしろ、今のラッキーアイテムが、なんだっけ。あれ？ラッキーアイテムなんだっけ？ストールか。うん。
ストールだっけ？違った気がする。純白のワンピース、あ、これか。わあ、でも可愛いね。なんかまあ、見た感じ普通のワンピースだけど、どうなんでしょう。ちなみに服を売るで売ることはできるんでしょうかね。ちょっと待って、忘れちゃった。あー、サンバイザーだ、そうだ。サンバイザーなんて持ってないよ。ダメだ、ダメだ。もう俺はこれです。そうだ、水着着られないんだったわ。まあ、しょうがないな。もう一個一個うるさいな、まったくもう。なるほどね。こういう時のために純白のワンピースがあるわけだ。よし、試験に行きます。はい、合格。まあ、イク先生のために鍛えてるから、合格はバッチリでしょう。まあ、なるべく点数を上げていきたいよな。ここまでバッチリ。いい出来。芸術も、バッチリ。家庭科もバッチリでしょ、もちろん。あ、結構、10位内ぐらいに食い込んでんじゃない、今回は。どうよ。ぐいーっといって、ぐいーっといって。おー、まさに10位ですね。社会だけ、ちょっと低いんだ。いや、でもこれすげーぞ。なんか、風間くんぐらいだったら追い越せそうなレベル。社会がどの数値を参照してるかがわかんないけど。流行ではないんだろうな。社会って流行って感じするけど。数学が流行あたりか？ああ、じゃあ魅力あたりが社会かな。あんまり上げてないよね。ワンチャン。いや、これ褒められるでしょ。どうしよう。1から9が褒められんのかな ?1 から10が褒められんのかな。いや、結構いい順位ってか相当だよ。来年どうなるかな、これ。期末テスト、お疲れ様。うん。努力の結果、きちんと出てたね。いや、そうなんですよ。いく先生、ありがとう。君なら学年首位になれるんじゃないかな。お前がいる限り無理なんだよ。学年首位っていく先生じゃん。え？あ、そっか。でも君に抜かされるなら本望、これ以上ない最高のライバルだよ。いやー、頭めちゃくちゃいいカップルすごいよな。イク先生も応援してくれるし、よしすぎや。ちょっと厳しいぞ。風間の壁もあるしな。魅力105。あ、いや待てよ、魅力の方が高いのか。あ、じゃあ社会流行か。あ、そっか。流行を鍛えてるつもりでいたけど、そうでもないんだな。こうやってみると。そっか。そんなもんか。で、デートね。デート行きましょうか。まあ、ある程度流行にも合わせられてるし、これでいいでしょう。ちょっと早かったかな。おー。厚着もいいね。なんで？間違えてないよ。ゆく先生が早くついてたんだね。そうそう、実はね、今朝の夢君に話したくてさ、うずうずして早く来たってわけ。何、僕の夢でも見ちゃった？でね、ついてから気づいたんだ。俺だけ早くついても意味ないってさ。どじっこ。どんな夢？君見たら忘れた。夢よりリアルな君の方が大切ってこと。あー、じゃあやっぱ夢の中に私出てきちゃったわけ。もう、イク先生。どうしたの？ちょっと、もう、ツン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 。それって、君にもやっていいの？あ、それはやべえかもしんねえな。だあ、いいな、それ。よし。そうそう、そういう元気な組み合わせ、俺好きみたい。いいぞ。流行をチェックしてるな。してるぜ。だあ、おしゃれマスターだからね。最先端を走りすぎだよ。もう俺が教えようと思ってたのに。ミチルに匹敵してっからね、俺は。さあ、博物館行こうぜ。ほら、行こう。おすすめの順路があるんだ。ん？口はどのタイミングでいいのかな。
これで遊んでる？なあ、どう、行けたり行けなかったりだよな。地元に博物館があるのって幸せだな。確かに。なんか、ものによるけどね。いろいろ置いてそうだね、古いものが。うん。どういう、あれなんだろう、テーマなんだろう。こう、甲冑があったり、土器っぽいものがあったりしてるけど。うん。羽ばたき士の上か下だな。太古のロマンを感じるな。太古って、大雑把すぎ。ええー。ちょっと待って。ここに来て難しくなってきてない？期待が大きいとさ、現実との落差がでかい。どんまい！どんまいされた。どまにご案内。ん？中の真似してあげるから許して。ごめんね。やめてほしい。なんてよ。ねえ、時間ある？寄り道してこ？アフターはしてくれるんだね。やったー！じゃあ、行こう！どうしたの？くそ。うまいこといかんぞ。貸して。え？もう握っていい感じになっちゃってんの？もう。また海来たの？寒くない？イク先生。どうしたの？イク先生について聞く。最近イク先生の周りすごく賑やかだよね。うんうん、確かにそうかも。俺、中学生の頃は一人で図書室にこもってたからさ。そうよね。これ高校デビューなのかな、ピアスとか。母さんからはよく、知識だけじゃなくてもっと実体験を大事にしなさいって言われたよ。中学でピアスは無理だろうから、まあ途中でなんかこう、中学の途中でフィールドワークに目覚めたけど、色染めたりとかしてんのは、地毛？そういう意味でも、俺にとって、りょうくんやみーくんと一緒にいることは、すごく大事。当たり前のことだけど、同じものを見ても、二人とも全く違う見方をする。その結果、自分が気づかなかったことを、二人の目を通して知ることができる。それってすっごくワクワクしてこない？うん、よかったな。俺はする。みく先生楽しそう。本当に充実してるんだな。いや、俺もありがとう。ゆっくり話せて楽しかった。じゃあまた。どうしたの？帰りのタイミングにお口。そういうのはいつかまた。難しいよこのゲーム。難しいよ。